2位は肩こり、3位は関節痛で、この1位の腰痛は30年間1位を独走状態なんですね。もしですよ、過去に今まで聞いた中で治療法、完全に腰痛を完全に確実に治せる治療法がもしできてたとしたら、いつか腰痛は1位じゃなくなっていくわけですね。治せるわけですから。だけど30年間1位を独走状態というのは、つまりそれは今までの治療法では腰痛は治らないんだということを表しているということになります。で、逆にね、重症化が進んでいます。腰痛人口は増えているんですよ、ね、増えてますし、手術の数だとか急病日数だとか、こういったものもどんどん悪化してきてます、ね、重症化が進んできてます、はい、で先ほどお伝えしたように、注射だとかですね、ブロック注射、痛み止めの注射だとか、痛み止めの薬だとかを長い間飲み続けると、どんどん体に傷がついていきます、ね、悪化していくので、どんどん治りづらくなってしまうんですね。本当に何十時間とか何百時間ね、治療にかかっちゃう人も中にはいるんです。手術をしたとかね、そういったことしちゃうと。ですから皆さんはそうなる前に、ね、ぜひ軽いうちであれば早く、簡単に早く治すことができます。で、何度も言うように、一回やってしまえばもうそれで終わりなんです、この干渉っていうのは。ですからできるだけ早く簡単に、ね、治してしまった方がいいということをご理解いただけたらと思います。